BR チャンネルファッションカレッジ講師の星林真人です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。そして今宵も素敵なゲストの方々に来ていただいております。ユニバーサルランゲージの実川さんです。よろしくお願いします。実川さんのことを見るとちょっと安心するというか、うん、今期も季節がやってきたんだなって感じがしますね。やってきたんだなっていうね、まあ、前回がすごかったですからね、はい、コロンボのコート、うん、去年がロケに行かせていただいて、うん、コロンボのコートをご紹介させていただいたんですよね、はい、そうですね、いやめちゃくちゃ売れたんじゃないですかね。めちゃくちゃ売れました。やっぱり今日も素敵なね、はい、また風がここから吹いてきてるんで、吹いてますね、はい、ご説明いただきたいなと思ってるんですけれど、はいはい、今回はちょっと質問とかではないんですけれども、はい、実際買ってくださった方のコメントが、うん、ちょっと実川さんにまずは聞いてもらおうかなと、はい、聞かせていただきまして、読ませていただきまして、はい、お願いしましてコロンボのカシミヤチェスターコートは色ツヤが良くて肌触りも抜群で、なのに手が届かない値段ではないと、寒い冬が楽しくなる羽織るたびにテンションが上がる一着ですよね、うん、去年の話ですが30人ほどの飲み会でコート掛けに預けていたものを店員さんが印象的だったのでと一発で持ってきてくれた時は感動しました。どうですか、こういう感想をいただきまして。いや嬉しいですねこれは本当に嬉しいです。その印象的だったから瞬時に覚えれたってことですよね。まあ多分心の中でつぶやいてたと思うよ、やべえなみたいなこのコートやべえな、このコートやべえなみたいな、いいコートを作ったってことですよね。そうですね、はい、ということで、まあ、去年も大好評だったわけですけど今年も作っちゃったんですよね。はい、今回も一応あのカシミヤのコロンボで、はい、今回はまあカジュアル化も進んでいるというところからちょっと新型でご紹介をさせていただきたい、うん、ということはカジュアルに着れるコートを開発したと。そうです、今回はあのステンカラーの形をカシミヤのコロンボを使ってお作りしております、うん、で肩がラグランスリーブ、はい、でちょっとこう着丈もロングでオーバーサイジングまではいかないんですけど、ちょっとゆったりしたエレガンスなシルエットでお作りしております、はい、これちょっと一回着てみましょうか。ぜひ見たいです。あ軽っ、うん、こんな感じです。あ、クッチン、うんうん、ちょっと大きいですか、大丈夫。いやこれぐらいで、はい、優雅に着ていただくのがいいと。なんかやっぱり前おおナイスターン前回よりも肩のあたりが丸いですね。丸いですね、ラグランスリーブだからちょっとね、はい、ラグランスリーブってこういう丸いやつのことを言うんですね、はい、いやここの袖付けがセットインっていうのがここで切ってるタイプですね、はい、ラグランっていうのはこういうふうにここから切ってるんですね。あ、よくステンカラーコートにあるデザインというか、はい、後ろもちょっと特徴的ですね。そうですね。その肩の付けがやっぱり全然違うので、はい、ここに入ってるんで、あ本当だ、こことより丸くなりますよね、はい、すごくいいですねこれ、可愛く着れる感じで、なんか可愛いですよねやっぱり印象が、うん、来ましたねコロンボ、はい、コロンボ肌触りは、はい、もう前回同様に素晴らしい、はい、もっちりしてるんで一回触っておいた方がいいんじゃないですか。失礼いたします。あーいい、あのます一応今値段聞いといた方がいいと思いますよ。これ値段いっちゃいます。値段を聞いた上でこの肌触りっていうところが多分ポイントだと思うんで、それか一生言わないか、どっちかですちょっといいですか、いくらだろう、前回がいくらでしたっけ。86,900円の税込み。さすがに上いったんじゃないですか。まあね、コートの丈の長さも長くなってますね。そうですね、うん、まあ、ちょっと着丈も長く修正しておりますし、ちょっと新型という形で、はい、うん、少し生地の分量も多いんじゃないですか。そうですね、ということはさすがに10万超えるんじゃないですか。だと思うんですよ僕も。ですよね、うんうん、いくらでしょう。はい、今回も86,900円の税込み、価格は据え置きでそのまま。据え置き来た。本当ですか。生地の分量増やしたんですよね。はい、やっぱりいいものを安く着ていただきたいっていうのが、ある意味もう単面大盛りにしたのに同じ価格ってことです。そういうことです。そうですよ、大盛り無料ってことですよ。大盛り、そうですよ、また信じられないプライスが出てきましたよここで。ちなみにカラーのラインナップっていうのは、はい、まず定番のネイビーで、先ほど星葉さんに来ていただいたグレー、王道のキャメルからのブラウンの4色展開になってます。おすすめのコーディネートってどんな感じですか。はい、スーツスタイルにバサッと着ていただくのもいいんですけども、やっぱりカジュアル化が進んでいるというのもあるので、まあ、ニットなんかの上にバサッとこう着ていただくような形、結構幅広くコーディネートできるので、まあ、非常に
重宝するんではないかなと。小柴さん的にはこれなんかどういう風に合わせたらかっこいいとかありますか？ローゲージのニットとか、はい、あ、なるほど、うん、ハイゲージじゃなくてちょっと太めのたっぷりしたニット着て本当ワイドパンツみたいな、うん、なんか若い人たちのスタイルでそういうのでもかっこいいんじゃないかなと思うけどね、はい、まあ、もちろんスーツでもいいと思うし今日みたいな僕みたいなスタイルでっていうのでも全然ありだと思うし、幅がすごい広く着れるからすごいコストパフォーマンスがいいかもね。あまりスーツも着なくなったけどここぞという時には星野さんみたいにね、うん、なんか着たいじゃないですか。その時はバシッて決まる、エレガントに決まる。めちゃめちゃ今にぴったりですね。今の時代の波を捕まえるってことが非常に重要だと思うんだけど、その辺をちゃんと捉えてるってことかなと思いました、ね、この丈感を長くしたのもトレンドですか？オーバーサイジングが非常に、まあ、レディースのトレンドから、はい、まあ、メンズに流れてるっていうのもあって、うん、まあ、ちょっとその着丈を、まあ、膝丈よりも下ぐらいに設定してお作りしております。え、じゃあ靴とかも結構ハイテクとかを合わせる？合わせてもいいんじゃない？はい、全然いいんだ。いただいて、ちょっと1枚着てもらってもいいですか？ネイビーなんかの、はい、ちょっと見たいです。スーツ合わせが、スーツ全然大丈夫だよ。あ、本当だ、かっこいい、うん、本当にこういうエレガントなスタイルでも似合うというね。デニム合わせの星葉さんもぴったりでしたけど、うん、スーツもぴったりでしたね。と、ここで、はい、まあ、今期のコロンボのコートの新作をご紹介してもらったわけなんですが、去年からの流れですごいものを作っちゃったらしいんですよ。ほう。前回柴さんと最後にクロージングトークをしてた時に、なんで黒ないんですかねっていう話をして、来年あたりできてんじゃないって、なんか寺田モデルとかできんじゃないみたいな、できちゃいました。すごい。店頭でもやっぱり作らないんですかっていう非常にこう大きい反響を呼びまして、それをバイヤーがしっかりと汲み取って TV モデルを今回ちょっと作らせていただきまして、まあ、モノトーンはずっとブームですからね、はい、で、なんかちょっと型も変わったんですよね。そうですね、あの前回のチェスターコートのモデルをベースに、はい、こちらもちょっとエレガンスにゆったり着れるように、うん、このウエスト周りを2センチ大きくして、はい、で着丈をプラス4センチですね。で、まあ、前回もあの片山の設計などをこだわってたんですけど、うん、この鎌という首の部分をちょっと下げて、もうちょっとこうリラックスして着れるようにお作りしてます。なるほど。昨年同様の色のラインナップがあるんですか？いや、これはもうこの黒のみ。チェスター黒しか作ってないですか？黒しか作ってないです。ほ、ちょっと荷が重いっすちょっと数も少ないので。へ、じゃあこれも早いもん勝ちですね。早いもの勝ちという。これも着ていただいていいですか？はい、ね、まあ間違いないね。かっこいいです。黒だとさ、冠婚葬祭とかにも使えるわけですよ、はい、僕も黒いコート好きで結構着るんだけど、うん、タキシードもいけるしブラックスーツもいけるし、うんうん、かといって、はい、ブラックデニムにブーツにっていう、うん、カジュアルなスタイルでもいけるんだよ。モードにもいけるんだよね。黒いチェスターコートっていうかテーラードコートっていうのは非常に便利。カジュアル合わせづらいのかなってちょっと思ったんですけど、そんなことないんですか？いや、これも万能だと思いますね。ニットでもいけるし、本当ワイドパンツでもいけるし、その下ダッドスニーカー履いてもブーツ履いても何でも大丈夫。オールマイティ中のオールマイティなんじゃないかな、もしかすると。しかもほら、ポケットがさ、これ、はい、こういう風に斜めに入れる、まあ、箱ポケットなんで使いやすいかな。スポルベリーのタイプだから何でも使えるんじゃないかな。今期のやつかこちらの前のタイプかっていうと、もあとは色と形の好みぐらいですかね。これちなみに値段は同じく86,900円。わ、これ悩むやつじゃないですか。これだってこれも去年から4センチ伸びてるんですよなのに価格一緒数量が限定なんですよね。そうですね。じゃあこれはね、早もん勝ちです本当に。というか黒を持ってない人は絶対買った方がいいと思います。そうですね。ってことで星葉さん、はい、まだまだ特別なやつがあるんですって、はい、ちょっと見せてくださいぜひ、はいはい、お次がですね、このちょっとカジュアルなジャケットを作りましてですね、ラウンジジャケットという形で、結構そのオンオフっていう概念が非常にまあ少なくなってきているっていうのもあるので、もうこうどこに来てもパッとこう映えるようなジャケットを、同じコロンボ社の生地を使いまして、はい、で、まあ、コートの生地より目付けはあの軽くしてあるので、カジュアルにニットの上に着ていただけるようにお作りしております。なるほど、着ていただいてもいいですか、はい、通常のジャケットのパターンよりももうちょっと緩くしてるんですか？そうですね、本当に緩くボックスシルエットで2つボタンでメタルボタンにして、袖は筒袖になってます。なるほど。で、ベントはノーベントの仕様で、軽くも本当にバサッと着れるような。イメージとしてはどういう時にって感じなんですか？まあ、ニットでもロング T シャツでもいいですし、シャツの上からカチッと着てもいいですし、もちろんタイドアップでもいいと思います。うん、結構万能に使える、まあ、ラグジュアリーなジャケットという感じです。生地はカシミヤの、はい、コロンボです。
ですね。これも100ですか？100です。わーお、確かに、いつも着てる実川さんのタイトフィットの感じと全然違いますね。そうですね、オーバーサイズって感じです、カシミヤのジャケットでこんな感じのオーバーサイズのものってちょっと珍しい気がしたんですけど、どうですか？いや見たことない、あんまり。ちょっとレディースっぽいですよね。そうですね、あと名前がいいね、ラウンジジャケットっていうね。これとかもワイドパンツとか合わせちゃうんですか？そうですね、ワイドパンツ合わせちゃっていいんだ、はい、デニムもニットでもいいし、はい、スウェットパンツなんかでラフに本当に軽く合わせていただいても。スウェットパンツにカシミヤジャケット着るんですか？はい、でスニーカー合わせていただいて。いや高度すぎませんか？でも僕もう今日みたいなジャケットの下スウェットパンツ履くこともあるよ。グレーのスウェットパンツ、グレーのスニーカー、白いスニーカー。カシミヤジャケットにいいんですね。カシミヤみたいなラグジュアリーなものかけるちょっとカジュアルなものを合わせて、ラグジュアリーカジュアルとかっていうのはすごくなんか今のムードなのかもしれないね、はい、でもちろんスラックスとか合わせてビチッとやってもいいんですもんね、はい、分かりやすく言えば多様性かもね。何でもオールマイティにいけるっていうところは今の時代っぽいよね、すごい。じゃあ聞いちゃいますか、はい、値段をこちらが、6万4900円税込みになっております。なるほどね、すごいな。改めて思うけどさ、ファッションって時代を映す鏡だなと思いますね。トレンドってさ、なんか何で生まれるかっていうといろいろあるかもしれないけど、やっぱり大きく作用してくるのは時代だなって今日も感じました、うん、人気ブランドはそういうのをちゃんとこう汲み取る力がすごいですよねって、毎度いろんな方に出ていただいて思うんですけど、それをこの値段で実現されていることもまたすごいと思いますし。そうだよね、ねもうちょっと高くなってもいいはずだしね、うんうん、そういうところはやっぱ企業努力されてるんじゃないかなと思いましたね。いやで星葉さん、はい、コロンボのコート、チェスターコート、これがちょっと BR 別注的な位置づけで、実はこのジャケットに関しても BR の視聴者さんに向けて作ったものなんですって、というと BR の視聴者の方々って、多分いいニットもお持ちだと思うんですよね。そうね。でそのニットをやっぱりよりよく綺麗にずっと着続けてほしいじゃないですか、はい、その工夫をねしてくださってるらしいんですよ。というと、結構やっぱこういう軽快なカシミヤのジャケットとかって、背抜き仕様のジャケットが、イタリアのジャケットなんか特に多いですよね。背抜きっていうのは裏地をこう省いている仕様、背中の裏地をね、そうね、軽く作ってるという、で軽快なんですけど、やっぱりいいニットだと、生地と擦れてしまうんで、っていうのがあるんで、BR の視聴者様は結構やっぱそういういいニットをお持ちだと思うんで、裏を総裏にしてニットが傷まないように工夫しております。そういうことされてるんですね、はい、なので今回はちょっと BR の視聴者さんが欲しいであろうものを想像して、ユニバーサルランゲージさんが商品を作ってくださったと。素晴らしい、ありがとうございます。そこが素晴らしいなと思って。ちょっと、はい、これはもう男性目線として聞きたいんですけど、ゆきちゃんとしてはどの色が好きなのかなって、はい、今年これなんじゃないのかなっていう。どれだろうな。やっぱりこう実物を見てチェスターの黒、ほらやっぱかっこいいじゃんと思ってるんですよ。だけど、今年っぽいということも加味すると、今年はグレー。おー、その心は。黒白に、とか、白ベージュにベージュとかブラウン、合わせるスタイルはもちろん好き、今も好きだけど、白黒とかにグレーみたいな、もうちょっとモノトーンによったスタイルをちょっと今年の冬は見たいかなって思いました。だそうです。実川さんどうするんですか？今グレーがいいんじゃないですか？小声ちなみに星葉さんは？うわ難しいな。そうね、ということで、じゃあこちらの商品たちどこで買えるか教えてもらっていいですか？はい、オンラインとあと店頭でご用意しておりますので、ぜひ店頭でお待ちしておりますので、よろしくお願いします、はい、他に告知とかは？コートを今このコロンボご紹介させていただいたんですけど、店頭ではコートフェアという形で、これ以外のさまざまなバリエーションのコートをご用意しておりますので、その時期が一番コートを多く見ていただけるので、ぜひちょっと店頭に遊びに来ていただければなと思います。ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。ということで実川さん今回もありがとうございました。ありがとうございます。またぜひ。また来年のコートの前にスーツとかもあるかもしれないですね。あ、そうだよね、はい、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。次回はこちらです。
真打ち登場といいますか、ベルベスト、世界を代表するブランドといっても間違いじゃない。ジャケットインザボックス、真珠を限りなく省いて、より軽く柔らかく、もういいものを長く着るっていう意味だとベルベストそういうブランドですよね。ラージのカシミヤのスーツだったり、うん、1回だけで深掘りするには足りないぐらい。本当ひどいことがあって、うん、忙しくて疲れちゃってて、東京でも結構すごい、なんていうのかな、タクシー全然来ないよとか言っちゃって、全然来ないから待ってたら、うん、もう疲れて、うん、はあ、もう寝みやと思って向こうから来て、うん、あ、タクシー来たと思って手挙げたら、うん、なんとパトカーでした。いや、前それ一回ね、バスでやったのよ。でバスは止まってくれたんだけど、当たり前だけどすぐ行っちゃったんだけど、すげえ変な顔されて、ね、でパトカーは、はい、マジでびっくりして、俺も止まっちゃって、うん、もう平山に僕タクシー止まっちゃう、あんただいぶやばいねって言われて、ね、いやでもお疲れだと思うので、お本当に、ね、ちょっとぐらいは休んでほしいですよ。はい、休みます。最後宣伝を。はい、私寺田由紀ですね、いろんな SNS やっておりますので、ぜひぜひ、フォローしていただけたらと思います。日々いろんな活動を更新してますので、ぜひチェックお願いします。チェックしてあげてください。そして BR チャンネル以外にもミニマルワードローブチャンネル、そして、僕が編集長を務めているフォルサスタイルの YouTube もありますので、そちらもぜひ登録、簡単です、ポチッとするだけなんで登録してください。それからこの本買ってない方はぜひ読んでください。はい、今日はこの辺で、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録はこちら。なんかスローモーションですか、藤田さん。そしておすすめ動画はこちら。あ、やっぱなんか時の流れが違うな。